昔から本が好きなんです。だから、いろんな本を昔から買いました。うん、だから、こう、しょうがない本でも好きです。消耗なさすぎて残ってる本。その中の一つが、パチンコ必勝法。はい、はい、ええー、男三匹の美学でございますけどもね。はい、まあ。昔から本が好きなんですよ。え、はい、まあ、活字が好きなんですね。ええ、だから、いろんな本を昔から買いました。はい、特に高校生の頃は、もう、本当にたくさん、うん。 本を集めてて、まあ、その今でも残ったりしてるんですけども。小説も好きだったし、あ料理本とかも好きで。あと、あの、ほら、あ、なん、なん、なんでしょう、熱帯魚の飼い方とか。サボテン入門とか、そういう本も好きなんですよ。本が好きなんですよね。いつも先生。はい、一回家行かしてもらって、熱帯魚もサボテンも別に。うん。ない。ありますよ。ありますよ。あの、資料室、見てもらった資料室があるんですけど。え、あ。 本はあるでしょうけど本物もあるんですか好きなねだから熱帯魚の飼い方とかそういう本が好きですよね別に熱帯魚もサボテンも家に置いてなかったサボテンあるかもしれないけど熱帯魚ないしでも熱帯魚の飼い方とか昆虫の育て方とかそういう本が好きな昆虫は飼ってないけどそういう育て方とかの本が好きだからありとあらゆる本が好きなの。 だから何ていうのかな小説だけじゃなくて、てあらゆるエッセイ集でもいいしコラム集でもいいんだけども本が好き例えば先生プラモデルってお作りになるか分かりないですけどこのホビージャパンのこういうちょっとしたコラムとかあるじゃないですかも結構お好まあまあだから本は好きでこれ雑誌なんだけど雑誌も含めては活字は好きですよ。はい はい、だからまあそういう、まあ、癖っていうか、はい、そういう趣味があっていくつかだから、うん、記憶に残ってる本とかのもあるんですよ。はい、証文なさすぎてて残ってる本とかでその中の一つが「あのパチンコ必勝法」という本があって、はい、でこれは僕中学校高校ぐらいの時かな高校やったわ、うん、パチンコやってたから。うんうん パチンですすよよだけどやってたんでパチンコって今のパチンコしか知らない人はもう不思議でしょうけど昔のパチンコあんなじゃなかったんですよなんやリーチやとか角変とかボタン押してどうのものって全くなくてただ単にまあ玉を弾いて釘の間をやってセーフ穴に入ると玉が出てくるみたいなねシンプルやったってことですかそういうシンプルなやっなんですよでそこに焼くものというのが普通穴に 玉が入ったら十五発出てくる十二発出てくるってだけなんやけど、薬物とか入るとチューリップいうのは開くんですよ。だからもう入りやすくなるんで次。でも次入ったら閉じるんですよ。またこう精気から入らないで開かない。うん。でたまたま開いたところに玉が二発同時に入るとまた開くんですよ。これダブルって言ってまた開く。でこれ得やなと二つ入れたらまた開くやんって言うでこの 2> 2つがずっと入っったらなとらずっとず開くやんって、うん、妄想があるじゃないですかはい、はい、うんでそのパチンコ必勝法の本を通信販売でやってんだけど、はい、広告を見たら、はい、一度開いたチューリップは二度と閉じない「しだれ柳打法」って書いてるわけよ。あこの打ち方をしたらずっとダブルでこう開きっぱなしなんや、はい、これは買わんとと思ってこうたわけよ。はい、当時ね、うん、当時二2,000円ぐらいした本や今やったら2万ぐらいや。 すごいですね、うん、でこれ、うん、分厚いね、はい、で届くじゃないですか、はい、こんなに分厚いんですよ、うん、軽いねこんな重いじゃん普通、はい、こんなにごつ重いでしょ、はい、分厚いんでしょしかも分厚いけどい軽いね、はい、なんでかだったら紙の一枚の厚みがすごいねでしかも、はい 悪いだからページ数少ないけど圧があるんですけど厚みがすごいうわ何やこの本軽っと思ってでそのうちの技法打法に関する説明が全体の5分の1ぐらいであとは体験談なんですよ体験談で体験談のほとんどがこの本を読んでこうしたらこうなりましたっていうね この本読んでっていうのがこの本の中に書かれてるから、はいうん、この人はどうやってこの本読むのかなって思いませんめちゃくちゃあります,りますこの本読んでしだれ柳田法でこれだけ稼いで月に、はいうん、まあ今は別荘を持って、うん、あの悠々自適ですとかね、うん、世界旅行に行きましたとか、うん、なんかそうですねあの地方の公務員と同じぐらいの額は毎月稼いでますとかね、うん、そういう体験談がある それめっちゃかります僕もセンスの足元に及ばないです何冊か読んでる口の中で勧められた自己啓発本みたいなのがあったんですよ。そんな普段からあんまり読まないんですけどこれがいいってことで読んでパラパラと見たらページの本がこんだけやったらほんまにまさに5分の1ぐらいが内容で4がこの本の効果を序文でめっちゃ長いんですよ。最最悪悪ややなでえと思うん で、まあ、肝心のしだれ柳打法や、はい、しなどそれどうなんですかね,ねえあれチューリップがね開いたら2発同時に入ったらまた開くとこれ2発同時に入れ続けたら、うん、これねこれさえ知っときゃ延々に出続けるやつですもんねほ、うん、うんはい、でしだれ柳打法って見たらねこれはチューリップが開いたらしだれ柳打法で、うん、とにかくしだれ柳のようにね、はい、打ってくださいと、はい、でとにかく2発入れましょうと。うん 二発入れともう一回開くから開いたらまた二発入れましょうまた開くからこの二発入れ続けるといつまでたっても閉じないんですって書いてるの分かっとるわその二発入れる方法を教えてくれてそれは書いてないんですよ 2>, <laughs> 2発入れるやり方をやってくれって二発入れたらずっと開くからずっと二発入れ続けてくださいねみたいな 今のお金で万とうちの兄と一緒にこうだからね兄が「これはあかんわ」って「これ」っって「もうこれ」ってなって「もう文句なんだかんわこれ」ってなったら一番最後のページにね「敬告」って書いてるんですよ。一番最後のところ奥付けのところに「敬告」って書いててこれは普通のこの本を読んでいただいた人に対してではなく一部不心得者に対するページですと。 最近この本の内容を腹を立ててあることないことを言いふらす輩がいますとそういう輩に関しては「言葉の暴力には暴力をもって対処する所存でございます」っていうて「警告のページが」「言葉の暴力には暴力をもって対抗する」前回の「僕が最後に言うた」みたいなねそんな感じです。 正正ししいいいと思うんですけどやくなそんな本売っといてこれあかんでって言うたやつには暴力でくすってやつやろ最低じゃないですか言うやはいねえこんな本をだから昔は堂々と売っててでもねまあ「古都パチンコ」の雑誌に関しては僕も最近全然やらないですけどああいうのって必勝法が書いてるんでしょでも思いません必勝法みんなやったらパチンコ屋潰れるっていうかそう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 。 で考えたそうですよね。あの必勝法ってだから合ってないようなもんっていうか、あのだからね、そこがね、あのパチンコの必勝法っていうのはあるんですよ。ある？あるんですよ。うん。でそれはなぜかってったら、あのパチンコというのは玉を入れたら出てくるというゲームやから、予想以上に玉が出ちゃう場合もあるわけですね。店側としては、基本的に言えばだいたいね、あの店側は パチンコは多分八割返すという感じなんですよ。千<ー>円使ってくれた人に八百円返しますと、二百、はい、円見せてもらっときますというような感じなんですよ。うん、大概。<ー>で、それをちょっと厳しくやる時には、うん、いや、今日はちょっとあれ、あの七十五パーの返しにしようかとか、六十パーにしようかとか、四十パー儲けようかとか。うんうん まあ人たくさん来てくれてるから90%返そうかとかいうような計算でやるんやけど、うん、そう思い通りにいかない昔は、はい、なぜかってそれをやるのは釘師やったから釘を調整してちょうどお客さんが気持ちよく遊びながらちょっとずつ負けていくみたいなのが一番いいんだけどアナログだから、ね、そうなんですよ、うん、釘でやるから今はデジタルでやってるから何,何割返すかってそれを言うたらデジタルに打ち込んだらその通りにやってくれるわけよ。はいはいはいあ こんな言て大丈夫大丈夫、これはもう分かってることですから誰もが分かってることだからはいはいうん。で例えば競馬とかは競輪もそうでしょあれは25%国がテラセント取りますよとあと75やからドアがいたところで勝てないシステムなんですよ誰誰かがが勝った大きく負けていだからみんながみんな勝てないわけよ100%返すんやったらみんながドローになる可能性あるんやけどドローになる可能性もないわけですよ 確実に国が勝つんです、うん、だって寺線も取ってんだからはい、はい、残ったお金を分け合うわけだから分けてもらえない人が出てきまですもんねも昔のパチンコはそういうわけにいかなかった区議士の調整によっては店側が損する可能性もあった、うん、みんなが勝つ可能性もあるわけです、うん、パチンコその当時の今のパチンコはない。 デジタルでで管理してるるかからら全部きそだからその管理してる中でこのデジタルの特性を生かしてこれが出るように設定されてるかじゃないかということを見極めたら必勝法が出てくるわけです逆にはデジタルやから。なるほどそういう必勝法があるの方には書いてあるわけですね。書いてるし虎の巻みたいなのがあって昔はスロットマシンであったでしょあれで必勝法があったんですよ昔はスロットマシンで。 昔のスロットマシーンというのは今みたいなあれじゃなくってガチャってるとまあまあ勝手に止まっていくんだけどあれなんで止まるかといえばこれ会社ちょっと長なんねえけどあの長なりますせドラムっていうのがあって3つこうあって絵がいくつも描かれてる止まって真ん中で揃ったらっていうやつなんですよこっちのドラム真ん中のドラムあれはそれぞれそのドラム回転するようにできてて。 ガチャってるとこうバネで弾かれてガーって回転すするわけでで、はい、つとも、うん、でそのこのドラムのとこに歯車がついてるわけでその歯車のとこで止め金みたいなのがガチャッと入って止,まる止めるわけよ歯車の間に入って、はい、ガチャッガチャッガチャッと止めるわけ、うん、ででその歯車の止まったところによって歯車には穴が開いてて。はいうんうん 絵柄によっっっててはその穴の穴位置がちょっと違って同じ絵柄になると穴の位置が揃うから揃ったところにここから棒がパッて入って最後まで入るとコインが出てくるそういうシステムなんですよ基本的にはそういうシステムなんですねだから穴が揃うかどうかそれ絵柄によって揃ろうそ,こそうなんですよ歯車の中でこう穴がこういっぱい出いてるわけよねでその時にこういうようなやり方でパッていけば こういうい止まり方を歓声とかいろいろ計算頭の中でして、はいうん、でそこでこうやれば勝てるという必勝法を編み出しているんですよ<ー>でその人大儲けしたんですようん、うん、でみんなにも勝たしたし、うん、で店側損したから、うん、その対抗策として店側はこのガチャッてやった時に下にこういうねブーンとね羽みたいなのつけてね、うん、その羽回すんですよ、うん、でこの回すことによってこうガチャッガチャッガチャッって爪が入っていくところの入り方が不規則になるああ、うんうん はい、それまで一点にガチャッガチャッガチャッと入っていって、うん、だから計算された逆算されたけど、うんはい、歯,歯車というか羽を回すことによってちょっとこうだからそれがずれるっていうことになっていてそこでそのずれ方を計算するとかいうようなことでこういたちごっこみたいになっていったんですよ。それがまあデジタル化されたからもうそういうことは通用しなくなったわけです。うんあ 読めななくっちゃうだからデジタルで管理しちゃうからだから今のスロットマシンが面白くないのは僕はそこなんですよ昔は必勝法があったいわゆる読み合いがあったから面白かった面白かったけども今ないんでじゃあ今全くそういうのされないギャンブルギャンブルしない昔はやりましたよあなるほただまあそういう必勝法の本の最後には暴力振るって書いてそうそう なんかいらんこと言うたら、暴力できますよということを、ね、<laughs> 書いてたという、ねはい、ことでございました。はいえー、ということで皆さん、あんまり本当にギャンブルにはまらないように、ね、気をつけてくださいお願いします。はい、じゃあまた